皆さんこんにちは。旬の芸能人にはドラマやバラエティ番組での露出だけでなく、テレビ CM への出演も多いですよね。出ているとつい見入ってしまうのが美しい女性芸能人ですが、 CM に出演する彼女たちは時に大きな経済効果をもたらすこともあります。そんな彼女たちは果たして出演料をいくらもらっているのでしょうか。今回は女性芸能人の CM のギャラをランキング形式でご紹介いたします。第15位は佐々木希さんです。モデルとしてだけでなく女優としての仕事も多く、老若男女問わず大人気な佐々木希さん。その整った顔立ちからアメリカの映画サイトが発表している世界で最も美しい顔100人に過去6回も選ばれています。プライベートでは2017年にアンジャッシュの渡辺謙さんと結婚し、世間を驚かせましたね。第一子も生まれ、幸せな結婚生活かと思いきや、2020年に渡辺さんの多目的不倫が発覚し、大問題となってしまいました。その際の佐々木さんの夫を見守る姿勢、けなげに芸能活動を続ける姿が印象的でしたね。そんな彼女は趣味テクトや GMO クリック証券など出演する CM の本数が多く、出演料は年間で4000万円と言われています。渡辺さんの不倫騒動からしばらく経ちますが、彼女の好感度は上がり続けていることがよくわかりますね。第14位は石原さとみさんです。出演したドラマや映画には話題作が多く、知名度も高い石原さとみさん。2022年に第一子出産のため現在は芸能活動を休止していますが、テレビ CM ではよく見かけますね。そんな石原さとみさんの CM 出演料は年間で4000万円だそうです。大手牛丼チェーン店すき家の CM では豪快な食べっぷりが印象的でした。石原さんが CM に出演したことで牛丼屋に入りやすくなった女性も増えたのではないでしょうか。第13位はローラさんです。かつてはバラエティ番組などに引っ張りだこでテレビで見ない日がなかったローラさん、最近はロサンゼルスに活動の拠点を置いているので番組出演は少なくなりましたが、テレビ CM では頻繁に見かけます。代表的なのはバーボンウイスキーのジムビームやファッション通販サイトショップリストなどの CM ですが、これらの CM に映っている彼女はお茶の間を楽しませた天真爛漫なキャラクターではなく、モデルさながらの美しくスタイリッシュな姿で映っています。そんなローラさんの CM のギャラは年間で4000万円だそうです。テレビ出演がないとはいえかなり稼いでますね。第12位は北川景子さんです。上品で清潔感がある女優の北川景子さん、ハンサムスーツやブザービート、スマホを落としただけなのになど話題となったドラマや映画に多く出演しています。ちなみに実写版セーラームーンのセーラーマーズであることも有名です。プライベートでは2016年にミュージシャンでタレントの DAIGO さんと結婚し、2020年には第一子が生まれました。プライベートも順調に見える北川さんですが、年間の CM 出演料は5000万円だと言われており、出ている CM には東京海上日動や厚生化粧品など清潔感や信頼度が必要そうなものが多いようです。第11位は桐谷美玲さんです。元セブンティーンモデルで女優としても活躍していた桐谷美玲さん、過去の出演作品に好きな人がいることや人は見た目が 100% などがありますが、現在女優業は引退状態でモデル業に専念しているようです。出演している CM はあいおい生命やホームメイトが有名ですが、テレビ CM による出演料は年間で5000万円と言われています。第10位は上戸彩さんです。数多くの CM に出演している女性芸能人と聞くと上戸彩さんを思いつく方が多いのではないでしょうか。もっと高い順位かと思いましたが第10位に登場となりました。上戸彩さんは CM 女王と呼ばれ、平成30年間で最も多くの CM に出演した国民的人気女優です。有名なのはやはりソフトバンクの CM ですよね。白い犬のお父さんとの掛け合いに薬とした方も多いかと思います。他にも丸亀製麺やライオンなどの CM にも出ており、出演本数は変わらず多い印象です。そんな上戸彩さんの年間の CM 出演料は5500万円と言われています。第9位は深田恭子さんです。
ヤマ女壁女やヤッターマン、最近だとルパンの娘などドラマや映画に出演すると目のやり場に困るほどセクシーな衣装で男性視聴者を釘付けにする人気女優の深田恭子さん。2021年に適応障害を発症し、一時期は芸能活動を休止していた時期がありましたね。原因は仕事の負担、結婚に対する悩みなど様々な憶測がささやかれていますが、真相は明らかにされていません。そんな彼女の CM 出演料は年間5500万円と高額で、 UQ モバイルやカードローンなどの CM に出演していました。心身に負担がない程度に今後も活躍してほしいですね。第8位は長澤まさみさんです。キングダム、マスカレードホテル、コンフィデンスマン JP など数多くの出演作品を持つ人気女優の長澤まさみさん。彼女の CM 出演料も非常に高く、年間で5500万円だそうです。代表的な CM はカルピスで、2005年から出演しています。体にピースというセリフは誰もが聞いたことがあるのではないでしょうか。デビュー時から爽やかなイメージのある長澤さんにはまさに適任ですよね。第7位は吉岡里帆さんです。吉岡里帆さんといえばどん兵衛のどんぎつねさんのイメージがありますよね。どんぎつねを演じる吉岡さんはとにかく可愛いの一言につきます。共演者の星野源さんになりたいと思った男性も多いのではないでしょうか。どんぎつねの吉岡さんの人気は絶大で、どん兵衛のブランドサイトではどんぎつねファースト写真集が公開されていたこともありました。そんな吉岡里帆さんの年間の CM 出演料は6000万円だと言われています。ものすごい額です。ところでセカンド写真集はいつ配信されるのでしょうか。第6位は新垣結衣さんです。清純派で男女問わず人気の女優新垣結衣さん。恋空やコードブルー、逃げるは恥だが役に立つなどが代表作です。特に逃げるは恥だが役に立つ、略して逃げ恥の話題性は群を抜いていて、恋ダンスという踊りが社会現象となるほどでした。さらに2021年には共演者の星野源さんとの結婚を発表し、世間を驚かせました。まさか本当に結婚するとは思いもしませんでしたね。そんな新垣さんは16ちゃんや朝日生ビールなど多くの CM に出演しています。気になる年間の出演料は7000万円だそうです。第5位は宮崎あおいさんです。ただ君を愛してる、初姫、少年メリケンサックなど幅広いジャンルの作品に出演する女優の宮崎あおいさん。その笑顔は37歳になっても可愛らしく癒しを与えてくれますね。宮崎さんも CM の出演料が高いことで知られており、年間の出演料は7000万円だそうです。代表的な CM はハゴロモフーズのシーチキンやアパレルブランドアースミュージック&エコロジーなどが有名ですよね。アースの CM ではブルーハーツさんの情熱のバラを歌う宮崎さんがとても印象的でした。第4位は有村架純さんです。人気女優の一人として挙げられることが多い有村架純さん。出演したドラマはひよっこやあまちゃん、ビリギャルなど知名度の高い作品が多い印象を受けます。テレビ CM ではおいお茶やポッキー、 JA 共済などに出演しています。そんな有村架純さんの年間の CM 出演料は8000万円となっています。さすが今をときめく女優、稼いでる額が尋常じゃありませんね。第3位は広瀬すずさんです。今をときめく女優の広瀬すずさん、出演作品にはちはやふるや4月は君の嘘などが有名です。整った顔立ちが特徴的で、老若男女問わず知名度が高い彼女は資生堂の D プログラムなどの CM に出演しています。大人気女優と呼ばれるだけあり、出演料は高く年間で8000万円だと言われています。第2位は綾瀬はるかさんです。国民的人気女優として名前の上がることの多い綾瀬はるかさん、ドラマ版世界の中心で愛を叫ぶでブレイクし、その後も蛍の光やおっぱいバレーなどの話題作に多く出演しています。国民的女優と言われるだけあって CM の本数も多く、年間の出演料は8000万円だそうです。代表的な CM にはユニクロや SK2、キッコーマンなどがあります。知名度の高い女優なので CM 出演による効果は大きそうですよね。
第1位は吉永小百合さんです。78歳になっても美しい女優の吉永小百合さん。若い頃の写真を見るとその綺麗さに驚く人も多いと思います。 CM はキリンビールや JR 東日本に出演していますが、吉永小百合さんは CM 出演によるギャラが最も高い女優と言われており、 CM の本数が年間で2、3本程度と少ないのにもかかわらず、年間の出演料は1億円だそうです。さすが大女優、圧巻ですね。いかがでしたか？ギャラの高さに驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は女性芸能人の CM のギャラをランキング形式でご紹介しました。あなたが好きなあの人はランキングに入っていましたか？コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。